今回は3桁引く2桁の繰り下がりのある引き算の筆算について学習していきましょう。筆算は位を揃えて書きます。1と4は1の位の数なので、このように揃えて書きましょう。10の位と100の位の数も同じように縦に揃えて書きましょう。次に線は物差しを使ってこのように引きましょう。計算は1の位から始めます。1-4は計算できないので、10の位の数を1繰り下げます。10の位の2に斜め線を引き、上に1と書きましょう。今繰り下げた1は10のことなので、1の位の計算ができます。10-4は6、6+1は7。1の位に7と書きましょう。次に10の位の計算をしていきましょう。先ほど繰り下げたので1-9という計算になりますが、1-9は計算できないので、また100の位から1繰り下げましょう。100の位の7に斜め線を引き、上に6を書きましょう。今繰り下げた1は10のことなので、10の位の計算ができます。10-9は1。1+1は2。10の位に2と書きましょう。最後に100の位の計算をしましょう。6-0は6。100の位に6と書きましょう。最後に上の式に答えを書きましょう。これで筆算の計算はおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせです。1番、555-79。答えは476です。2番、230-68。これも1番と同じように解きましょう。答えは131です。2問とも正解できましたか？最後に、今回の学習のおさらいです。筆算は位を揃えて書きましょう。線は物差しを使ってこのように引きましょう。計算は1の位から始めます。1の位の計算ができないときは、10の位から1繰り下げていきましょう。次に10の位の計算をしましょう。10の位の計算ができないときは、100の位から1繰り下げていきましょう。そして100の位の計算をしましょう。最後に上の式に答えを書きましょう。これで今回の学習を終わります。